はい、こんにちは。カートレスタジオの亀田です。今日は女性必見。ふくらはぎを細くする方法。そして、ふくらはぎを細くするためにやっている、間違っていることを紹介します。じゃあまず間違っていることを紹介しましょう。かかとの上げ下げです。一般的にですね、かかとの上げ下げ。ふくらはぎを細くするからっていうことで、かかとの上げ下げをするといいって言われてるんですけども、やっちゃうと細くなりません。なぜかというとですね、ふくらはぎに負荷がかかりすぎているからです。例えば50キロの女性がかかとの上げ下げをした場合、片足25キロずつ負荷がかかってるわけですよね。そんなことをしてしまったらそりゃ太くなりますよ。例えば女性が50キロのものを持ち上げる、片腕25キロずつですよ、50キロの重さを持ち上げたりしたらなんかしたら、女性といえど、そりゃ太くなりますよ。ましてや足っていうのは、いつも使っているから、使うよりも、ケアをする。マッサージしてほぐす。ストレッチをして伸ばす。ということをした方がですね、ふくらはぎなんか実際細くなりやすかったりするんですよね。そこで、疲れも取れてない状態で、負荷がかかったかかとの上げ下げなんかをしてしまったらですね、そりゃ太くなります。それをやってね、太くなった方が結構来ちゃうんですけども、僕は聞いてそんなことしてたら怒りますね。それすぐやめてくださいと。やめただけで細くなりますよって言ってあげます。それぐらいね、かかとの上げ下げっていうのは良くないです。じゃあ何をするのかっていうと、やっぱり歩くってことがいいですね。歩くのとな、例えば何が違うのか。歩くのもね、片足ずつ浮かすから、ふくらはぎしっかり片足に例えば負荷かかってるじゃんって思うんですけども、違います。歩く時っていうのは、まず前足が出て、前足に体重が乗った状態で、後ろ足がふくらはぎを使ってる状態です。ということはですよ、前に体重がかかってるから、例えば50キロの人は前足に40キロぐらいかかった状態で、後ろは歩くときにちょっと地面を蹴るだけなんでですね、そこまで負荷はかかってないです。だいたい両ベタ足ついた前足に体重がかかっているので、後ろは結構軽い負荷でふくらはぎを使っている状態になります。だから歩くというのはふくらはぎにはあまり負荷が与えられず、いっぱい歩けば歩くほどふくらはぎが細くなりやすい、むくみが取れやすいと言われております。かかとの上げ下げをするのではなく、ゆっくり歩く。小股で、あんまりね、大股で歩いちゃうとあんまりふくらはぎ使えないので、小股でペタペタとね、長い時間歩くっていうのがですね、ふくらはぎを細くする方法にいいです。そしてあとはですね、寝っ転がった状態でふくらはぎを使う。こういう感じですね。こういう感じで足首を動かして、負荷を少なくしてふくらはぎをしっかり使ってあげるっていうのがいいです。皆さん、世の中の間違った情報に戸惑わされないように、しっかりとした知識をですね、身につけて、理想の美脚をゲットしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。